はい、今回はね、F40 というものです。ヤマダ電機で616円、これ税込みで615円、560円の税込みで616円。まあ、なぜかね、ヤマダ電機安いんですよ。まあ、それも他の方と前に話したことあるんですけど、なんで安いのかっていうのがちょっとわからないんだけども、まあ、家電に力入れてるメーカーだから、まあ、おもちゃに関しては安く仕入れられるのかな。まあ、何らかの理由があるはずなんですけどね。まあ、詳しいことまではちょっとわからないので、まあ、基本的にうちはなんで安いのかって言われたら、ちょっとわからないですね。多分だけど、おそらく家電に力を入れることによって、まあ、家電も安いんだけども、おもちゃなんかを大量に仕入れて、まあ、安く、家電に力を入れることで、家電の利益に力を入れることで、安さが実現できてるのかなというような感じかなとは思います。で、それでね、よいしょ。こちらが F40。前は違うね、初回特別持ってたんですが、やっぱフェラーリは赤だろうということで、赤いやつも買ってきてしまいました。で、こちらですね。やっぱり赤いボディって言ったら本当いいなというふうに、思います。で、これは1987年のフェラーリ社の創立40周年を記念して発売された記念モデルは、自動車歴に残る超ド級スーパースポーツとなった。基本的には288GTO エボルツオーネのボディの空力源をさらにリペインし、V8 ツインターボユニットを少々スーパーアップする一方、1オードロード融通にも対応して諸々の手順を施して搭載したものです。実はこのモンスターを最も精力的に導入したのは 288GTO の存在を和ませたライバル、ポルシェ959の存在に激怒したんですね。で、かのエンツォ・フェラーリ本人であったというエピソードも残っている。で、黒森故郷で組んだチュエーブ・ブレーフレームにそれ自体も脱力動力を一部担当するカーボンケブラー混在ボディシェルを特殊な接着剤で組み合わせるが、その内容は80年代グループ C レーシングマシンをそのまま試乗車としたようなものです。で、ボディはピローフェリーナの空洞付けを搭載し、当時のエアロダイナミック技術の最先端を行くレベルに仕立てられていた。で、2936cc までスケールアップされた V8 の 4OH エンジンは 288GTO と同様に2機の IHT 石川島播磨重工製ターボチャージを組み合わせて478馬力を発生。メーカー公認量では324キロのマキシミスピードなど凄まじいパフォーマンスというのをもたらしたらしいんですね。で、3500cc の NA 限定ピュアグループ C が事実上自滅した93年以降、イタリア国内線のスーパーカー選手権の完全制覇というものを皮切りに、我が国を含む世界の GT 耐久レースで大活躍を見せるようになった。で、近年のロードゴーイングフェラーリとしては唯一レースで真のポルシェを発揮する場が与えられたことで、まだ記憶の新しいものの、さらに伝説的スーパースポーツとして名誉を欲しいままにしていた名車の中の名車ですね。確かこれは、あれですよ、葛飾亀有のあの有名な漫画のね、りょうさんっていうね、漫画がありましたけども、その中の、なんだっけ、お金持ちの兄ちゃんの警官の方がいらっしゃいますよね。中川家さんでしたかね。まあ、その中川家が確かこのフェラーリ F40 を確か所有していて、乗ってたという、確か両津勘吉の漫画で確かそれ描かれてたかなと思うんですけども、どう登場した車です。で、これ1987年の1月から1990年の1月までという車でして、まあ、やっぱりフェラーリといえば赤でしょうと。だからなぜ初回特別で赤じゃないものを、まあ、出したのか、
というと、多分おそらくはですが、まあ赤いやつをね、これを初回特別にしてしまおうなんてしてたらば、まあちょっとごめんなさいね、肝心なところで今話して申し訳ないんですが、要するに通常版を赤にさなかったらば、まあ赤の方に人気が集中しちゃって通常版が売れないからですね。ですからあえて初回特別というものをまあ作らなきゃいいなという話なんですが、初回特別だけ別の色にして、まあ、あえて地味っぽい色、地味な色にして、通常版をフェラーリですので赤ということで、まあ、やってるんではないかなというふうなものですね。で、やっぱり赤だとやっぱりしっくりきますし、このようになかなかいいですね。昔あのトミカ以外のマジョレットだったかな、MF40 はあったことがあったんですが、まあ昔のマジョレットなんで作り込みがこんなに立派なもんではなかったし、まあちょっとふっくらしすぎてて、これフェラーリなのかっていうところにちょっと疑問があるようなね、作り込みではあったんですが、まあプレミアムはなかなかの良い出来で、これはいいなというふうに思います。さすがはフェラーリだなと、天下のフェラーリだなというふうに思える車でして、なかなかのこういう作り込みとか、うん、走りっていうのかな、うん、まあそういったところが良くていい車だなというふうに思える、非常に素晴らしい出来の、車でございます。というわけでどうもありがとうございました。